この収録は6月12日日曜日12時7分から行っています。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっとこう、いつもと雰囲気の変わった画面になるかと思います。内容がですね、今までになく凶悪犯罪を語りますので、ちょっとこうそういうのは苦手だなという方はご視聴をご遠慮ください。閲覧注意という正し書きをつけておきますように、内容がですね、少し言葉を選ばなければならないような内容になっておりますが、その辺はご了承ください。最初に紹介しますのは、今ですね、東京国立近代美術館の企画展が開催されていまして、その展覧会がゲルハルト・リヒターを紹介する展覧会です。この作家については私はずっとこの興味を持っていて、ドイツの方に行って、直接作品をだいぶこれまでにたくさん見てきたつもりではいるんですが、また今回日本に届いている作品は新しい作品も含まれていまして、とても重要な展覧会になっていると思います。いろいろな作風がありまして、一貫したものもあるんですが、技法や素材やコンセプトに関しましてもいろいろその変化があって、リヒターをの全貌をこう、知るのに重要な展覧会になるのではないかなと思います。皆さんはゲルハルト・リヒターというとどの作風を最初に思い浮かべるでしょうか。日本でとても人気があるのはですね、油彩のこの引き伸ばしてアブストラクトペインティングというか抽象的な作品が第一番にこう頭に上る人も多いかと思いますが、以前ですね、千葉の方の川村記念美術館で、開催されたリヒターの展覧会は写真の作品ばかりをこう集めた展覧会でしたので、アトラスというテーマでしたね。いろいろな写真が、リヒターの作品の、ソースになっているような、そういうコレクションになとも言えるような写真のさまざまな資料が、作品としてこう展示されるというような内容でしたが、今回はですね、そういう一つの焦点に絞るという形ではなくて全貌をこう紹介するという展覧会ですので、とても内容が濃いですね。そして皆さんが好きな作品とはそれぞれあると思うんですが、私はですね、今回、なるべくこう日に当たらないというか、あまりこの表の方で紹介されていなかった初期の方の作品をちょっと一つ取り上げてみたいなと思ったんです。というのはですね、これは大変この事件性のある、リアルな事件を元にした、作品でして、これはもしかしたら美術に興味のない方もですね、そういう凶悪犯罪というもの、あるいは事件に関しての考察とか、そういう意味で、興味を持ってる人がやがてこの作品を見ると、現代アートって面白いな、現代絵画ってこういうことをしているのかということで注目してくれるのではないかと思って、そこで紹介してみようと思ったわけです。リヒターはですね、もう初期から有名になった頃からもうすでに写真というものと絵画というもののこの境界線を探るような作風でして、たくさんその模写風なその作品も出てくるんですが、そのほとんどはですね、全てはブレをうまく使っているんですよね。つまり
このリアリティを出すために、まあ、写真っていうのはこうピントを合わせるようにして撮るのが普通なんですが、その写真性の、まあ、写真がこう人のこの行動や動きによって少しブレたりするっていう、そこにこう写真のリアリティを感じて、そこをこう絵画が取り上げるというような作風なんですね。そこで、なんかこうブレていたり流れていくようであったり、まあとにかくこの不思議な写真をこう綺麗に描くのではなくて、写真の苦手とする側面をですね、絵画が面白がってこう取り上げるというような、そういうこの視線があるんです。そこで、うん、今回の展覧会でも少しそういう作品が出てき、ま、出展されているんですが、とてもこの暗いところで端っこの方にこう寄せられているので、そこに私は注目したんですね。この作品がこの展覧会に来ていました。通路、まあ、大きな部屋の中ではなくて、そこから出て通路を渡って、まあ、最後はドローイングのコーナーに行くんですが、その手前にですね、ビデオの作品もあるんですが、このビデオの作品の手前にですね、目立たないところにこの作品が展示されています。でこれはですね、まあ、写真なのでモノクロの、まあ、シルバーゼラチンプリントといって、まあ、普通のモノクロの写真なんですよね。でなので、こうつい素通りして、あ、なんか資料みたいなものなのかなみたいに思われて素通りされてる人も多いのかなと思ったんですよね。しかしこれはですね、すごくこのリヒターが、まあ、世に出るきっかけになった作品とともに、その時代ちょうど1966年ですかね、66年にこの油彩で、これは写真なんですが、これは後から写真を出品したということで、この1971年ですが、それが今展示されていますけれども、その元になっているのはこの油彩で、この写真を元にして描いたんだと思うんですが、これが元々のソースだと思うんですけれども、これを作品を写真にしたものではないんですね。というのはこれ比較してみると分かるように、これをこのまま写真にしたというものとはちょっと違いますよね。比較して描き方が少しやはり、油彩の方がこう明瞭に、重要なところを、そしてこう全体の一人一人のバランスというか、一つ一つの写真のあるこの癖というか、そういうものを排除して、なるべくこう一つにこう8人がまとまった時にまとまりのある写真になるように、統一されているという、そういう配慮を行っている作品になっているんですね。でこの作品の、ですから最初にこの1966年に油彩で書き上げていて、そしてその後に、その元になっている写真、これを書くために使った写真をちゃんと引き伸ばして、それも作品としてこう世の中にこう出品したということなんだと思うんです。で、今展示されているのはこれなんですね。この作品が展示されているんですが、これはもともとどういうとこから、来ているかというと、実はこの1966年にはですね、もっと代表的な作品で世の中に紹介されたんですね、リヒターは。それが階段を降りるエマという奥さんが裸になってこう階段を降りてくる、それを写真で撮るんだけど、こうブレて、それをブレたものをそのままの状態で、だからブレた写真を絵画にしましたっていうものを作っていて、制作していまして、そちらの方が同じ1966年の作品なんです
ですが、そちらの方がすごく評価されまして、世の中に大々的に紹介されたんです。なので、まあ、どうしてもこの作品がちょっとこう影を、なんて言うんでしょうね、あまりこのスポットが当たらなかったということがあったかもしれませんが、これはですね、両方ともですね、エマにしてもこの8人の学生看護師にしても、ものすごくリヒターはですね、この当時、有名だった作家をリスペクトして、あるいはその作風に対しての対抗するような気持ちで挑戦したような作品なんですね。エマはどういう作品に挑戦したかというと、デュシャンの、階段を降りる裸体っていう、油彩画がありまして、これは、あれなんですよね、キュビズムみたいな未来派のようなダダイズムのような作風でして、ものすごく抽象的な裸体がなんかこうスローモーションのようにして階段を降りてくる、その全体をですねキュビズム風にこう表現したものなんです。でそれは今回は出しませんが、画像にはちょっと、ぶれてしまうので、そちらの方はまた検索してみていただければと思うんですけれど、ですからちゃんとこう前任者がいてそれに対抗している作品だし、そしてこれは何かというと、もう明らかにこれですよね、このアンディ・ウォーホールのマリリンとか、当時の有名人たちをシルクスクリーンで、描く、表現するっていうタイプのアンディ・ウォーホールの作風に対抗した作品がこれなんだろうと思うんですね。で、これはなぜ対抗しているかというと、もうこれはもう明らかにもうアンディ・ウォーホールのもう商業アートもに、もう没入している作品を、それがものすごくアメリカでもてはやされて、たくさんの有名人が描いてほしいと思って注文しましたし、ものすごくこう斬新なこの、作風に対して、世界に轟くような衝撃がこう走ったわけなんですが、ここでウォーホールがですね、60年代の62年とか61年ぐらいに、制作されたものだと思いますけれども、1968年にウォーホールはこんなようなことを言っているんですね。未来には誰でも15分間は世界的な有名人になれるだろうと言ったというんですよ。そしてですね、1970年代末にウォーホールは60年代の予言はついに現実になったというふうに言って、自分が言ったことは本当にそうだろうっていうふうに、確信したと。そしてですね、あんまりこの言葉について毎回尋ねられるので、この後ですね、マスコミとかいろんな人に聞かれるとこういうふうに、答えるようになったんですね。それは15分で誰でも有名人になれるだろうと、これからは15分で誰でも有名人になれるんだと言った。この15分っていうのは一体何なのか、ちょっとこういろいろこういろいろ考えさせられる言葉なんですけれども、もうこの言葉というものがアメリカの文化ものすごい影響を与えていて、おそらく私はツイッターとかフェイスブックとかこのソーシャルメディアの創始者たちっていうのはもうこの考え方を生まれた時からこう受け継いで、何かこの自分たちがこれに、これを実現できる未来を作ってみたいなっていうふうに駆り立てた言葉ではないのかなと思うんですよね。そして確かにですね、よくよく考えてみると誰でも有名になれる瞬間っていうのあるなとリヒターは考えた。それはこの1968年のことなので、リヒターはもっとですね、この作品そのもの自体から、この言葉じゃなくて、この作品自体からもうドイツにいて、この作品に対抗できるのはこれだなと思ったわけですよ。
そして制作してるんではないか。つまり有名人でもない無名な人間でも、ある瞬間に大きく大々的に有名に、まあ、自分の写真が掲示され有名になってしまう瞬間がある。それがこの新聞でした。これですよね。この新聞はある事件が起きて、この8人の看護師が大きく顔写真が出た。ものすごくこの人々を震撼させた報道でした。これはどういう事件かと言いますと、シカゴで起きた殺人事件です。まあ、シカゴで起きた8人の学生看護師が一夜にして亡くなった、殺害されたという、そういう事件でした。これは犯人もその後分かっています。なぜ分かったかと言いますと、実は9人目の看護師というのが、生き残っておりまして、それはなぜかと言いますと、この最初は9人が、1部屋に閉じ込められて、一人一人がですね、隣の部屋に、犯人に引っ張り出されて、ゆっくりゆっくりですね、殺されていったんですね。そして、最初の方で9人もいましたから、おそらくですね、数を数えていなかっただろうと思った一人がですね、この犯人が隣の部屋に移ってる間に、這いずってそこに置かれていたベッドの下に隠れていたようなんです。で、この最後まで、この彼女はですね、恐ろしかったこともあったし、身動きせずにそこにいまして、最後ですね、8人目という女性が亡くなったのはですね、そのベッドの上で、かどわかされて、そして亡くなる、殺されるところまで、全部音が聞こえた中で、じっとしていて、息を凝らして最後まで残ったんだそうです。で、この様子はですね、この見取り図に書かれていまして、これですよね。こんなにも人々が亡くなっていますので、具体的に見ていくのはちょっと恐ろしいほどなんですが、おそらくですね、このベッドの下に潜っていたのかもしれませんよね。1人、2人、3人と亡くなっていく中で、夜中の11時から犯行が始まり、そして次の朝8時にですね、彼女は音が静まったので、ベッドから出てきて、辺りを見ましたら、もうすべて血の海になっていたということで、もう本当にびっくりして大変だと言って連絡した。で、彼女は最初にこの犯人の顔を見ていましたので、その顔をですね、似顔絵をあがまあ警察に渡りまして、その似顔絵をもとに、事情聴取をあちこち回っているうちに、ホテルに宿泊していたある男が容疑者として浮上します。それがリチャード・ベンジャミン・スペックという男で、当時25歳の若者でした。で、この彼はですね、結局、生き残った一人がいたので、もうこの人ですということが決まったわけなんですが、確定したわけなんですよね。そして、懲役1200年という懲役で、実はここの州、シカゴはですね、死刑ということがとても難しい法律になっていたようで、
最初は1200年刑、終身刑ということだったんですが、これは死刑に値するのではないかというのはいろいろ動きがあったようなんですが、結果的にですね、1991年に、この、病院といいますかね、なんて言うんでしょうかね、精神的なこの問題点を解決するために入れられて収容していた場所でですね、そこで、心臓発作という形で亡くなっています。本当にこの49歳だったって、もうちょっとで50歳になる手前ですから、何かこう人為的、作為的なものを感じてしまうところがありますが、多くの人がこの人はもう生きていてほしくないというふうに思ったに違いないんですよね。そのぐらい残忍な事件をですね、あまりにも衝撃であったし、この女性たちのこの姿、この人たちのこの記事がですね、リヒターにはおそらくこの違った意味でウォーホールがなぜこの人たちを描かないんだろうかというふうに思ったに違いないんですよね。同じアメリカで起きたことでウォーホールは描けない、今や描けないわけです。というのは有名人たちや文化人たちも注文を受けて、どんどんその路線で描いているのにですね、突然こちらに切り替えるっていうことはありえないですよね。でお金にならないですよね、この人たちを、作品にしたからといって、そういう計算で、ウォーホルははっきり自分はお金のためにそういうふうに、有名人たちを描いてるんだと言っていますので、そういうことで彼は絶対にこれは描けないだろうというふうに確信持ってリヒターは挑んだわけなんですよね。でそれで描かれた作品が、この作品だったわけです。でこれが今、これの作品の元になっている、彼が多分これを写真を新聞紙から切り抜い、新聞紙からこの彼女たちの肖像写真というものを取り上げて、それを自分なりにこう綺麗に精査して、そして、絵にするこのソースにするっていうんでしょうかね、エスキース、ドローイングとしてこれを用いて、これを制作した。でそれでこの元々のものをこの作品、1971年に作品として発表したというような感じなのではないかと私は思っているんですね。でそれでこのように残忍なこの事件というものが現代作品、アート、あるいは絵画にこう取り上げられていくっていう、きっかけになっているんじゃないかなとは思いますが、それまでにも残忍な場面というのは絵画にたくさん出てくるわけで、そういう社会性をこう盛り込んだ絵画作品というのは私は全然こう分野外なので、かえってこう客観的に話せるところがあるわけなんですが、こういう世界があるんだということを皆さんにぜひ紹介したいなと思いました。でこの作品を見ていてですね、ふっとこう頭に浮かぶのが、こんな感じ、私の頭の中でこのような展開があったんですね。このリヒターの作品を見ている瞬間に思い浮かんだのがこの事件です。この事件もですね、ずいぶん昔の事件なので、本当に摩滅したようなこの犠牲者の人たちの、顔写真がずっとこうインターネット上に、掲載されて落ちてるわけなんですよね。残っています。そしてユーチューバーさんもたくさんこの事件を取り上げて、紹介していますし、私自身もですね、当時はリアルタイムでは全然知らなかったですね。というのはこの事件が起きたのはですね、この事件はですね、
1979年に起きている事件なんですね。ですからこの8人の看護師の事件、シカゴの事件よりもちょっとかなり後です。後に起きている事件です。しかしまだ世の中はそのように犠牲になった方々の顔写真を、まあ、生前の元気な姿という綺麗な姿を、まあ、残したいという気持ちなんでしょうかね。遺族の方たちが提供したこの写真が新聞紙にこのように掲載されるわけです。まあ、これ雑誌ですね。で、まあ、この3人を今一度にこう、取り上げますが、実は最初の長岡京のわらび取りの事件はですね、最初は主婦 A、B という人が、まあ、犠牲になっているので、その人の顔写真が 2枚出てますが、実はこの事件にはまあ後から詳細が出てくるわけなんですが、まあ実は主婦 C という人も同行していて、途中で帰ったとされていまして、これが主婦 C なんですが、この主婦 C がみんな帰った後に起きた事件なんで、もし何かあってこの主婦 C がこの事件に巻き込まれるといけないので、伏せられていた、長い間伏せられていたんですね、その事実が。そしてですね、名前というのもですね、まあこの雑誌はもうはっきりこう出てしまっているんですが、まあ亡くなってもう随分経っていますね。そして、まあ遺族の方たちもまあ当時そういう名前が出るとかそういうことにあまりこの世の中が敏感ではなかったのかもしれませんが、まあ名前が大きく出てしまっています。そしてですね、この事件が1979年、長岡市の、まあこれウィキペディアを読んでみますね。1979年5月23日、長岡京市内にあるスーパーマーケットでパートをしていた主婦2人が仕事終了後、近くの山の竹林にわらび取りに行ったまま消息不明となり、2日後の25日、山頂付近で遺体となって発見された。で、直接の死因は、主婦 A は絞殺、主婦 B は刺殺、まあ、包丁が刺さったまんまだったということなんですね。主婦 A は43歳、主婦 B は当時32歳だったということで、2人のリュックにはそれぞれ空の弁当箱、取ったわらび、財布が入ったままであったと。なので物取りではなさそうだということなんです。で、検視の結果、死亡時刻はどちらも正午過ぎから午後2時半頃までと判明していて、まあこの2人が同時に殺されているのかとか、まあ、そういう細かいところまではよく分かっていないし、まあこの当時ですね、 DNA 鑑定みたいなものはなかったようなんですね。そしてまあこの遺留品の中にですね、こういうものがありました。主婦 A の衣服のポケットから、このレシートが出てきます。これは勤務先のスーパーのレシートで、日付は事件当日より2日前のもので、その裏にですね、鉛筆で走り書きしたこの文章が、こう文字が書かれていると。で、これがもうこの画像もたくさんの方が取り上げて、ブログで考察を書かれていたり、 YouTube で考察が述べられていたりします。で、みんなこの不思議だね、変だねと言って、もう不気味だ。なぜならばですね、これはインターネット上ではこのように、解釈されてるんですね。追われている、助けてください、この男の人悪い人と書かれているんだ
と、まあ、そのように、ウィキペディアでも書いています。しかしですね、まあ、主婦 A は全身30箇所も投打されていて、肋骨も折られていて、肝臓も破裂していてということなんです。で、主婦 B は全身50箇所も殴打されていて、包丁が体に突き刺さったままだったと。どうもこの A と B がですね、こんがらがっている場合もあって、私はどちらがどちらなのか未だにはっきりよくわかんないんですよね。それで、なお警視庁の鑑定結果によると、犯人の血液型は O 型と判明されているということで、このどこかにこの彼女たちと違う血液型であったから分かったことなんでしょうね。それで、この O 型ということが、まあ、一つの手がかりでもあるし、この有力な手がかりであるこのレシートが一体何を意味しているのかということで、皆さん頭を、まあ、かしげてる状態なんですよね。で、私もこれを見た時に、まあ、不気味だなって思う箇所が、まあ、とにかくこの部分ですね、巣の部分が変なんですよね。こんな風に巣は描かないですよね。でも、そしてもう一つですよね、これはリュックサックに中に入っていたそのお財布の中からこう取り上げたレシートを持って、なぜか持っていた鉛筆で、書くなんていうことは、この事件の最中に本当にしてできたことなんだろうか、あるいはこの文字の書き方からして、そんなにこの危機感を感じながら書いてるようには思えないねっていう意見が多いんですよね。なんかこう下敷きがあってしっかり書いてる感じがして、手の中で書いてるようには思えないんですよ。何かこの硬い板みたいなものがその辺に落ちていたのかどうか、それにしたって、真っ平らでないと、このような綺麗な文字がこう残らないように私は思ったんですよね。そして一番気になるのは、ここにこうハンコのようなマークのような、なんかこれもすごく気になっていて、なんかこの検視したと、この警察官がですね、これは見ましたっていう時に、このその証拠としてこのハンコを押すのかなと思ったりして、まあその辺もよくわからないんですよね。で、わからないことだらけなんですが、私なりにこのレシートを もし自分が持っていたら何を書くだろうかと考えた時に、まずですね、犯人の名前が分かれば犯人の名前を書くだろうなと思ったんです。まずそういう事件が起きた時に助けてくださいというふうには書かないですよね。証拠として自分たちがこういうふうにされたのはこの人だっていう人の名前を書いてあるはずなんだけどなぁと思ったのと、これはもしかしたら上書きされているかなぁと思ったことがあります。それはここに巣があるのに、ここにまた巣があって、何かこの上書きをしようと思って、こっちにまた書き直したということもあったので、ここがまずこの文字がものすごく重要なんだろうなと思ったんですよね。そこで、この犯人の名前を先に想像してからこのレシートを見るといいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、あともう一つ重要なのは、ここに折り目がついていることなんですよね。
おそらくですね、最初の折り目はこれ、こちらです。これがもともとレシートをお財布に入れるときに主婦が普通2つ折りにして入れる瞬間に作られる、裏が表になるように折るときですよね。これが最初の折り目です。そして重要な裏書きをしたときに折った線はこちらだと思うんですよ。上の線だと思うんですよ。なんか書いたんだけど、一旦閉じたんですよ。裏に書いて、閉じた。そして、そこまで考えたときに、何か端で書きするときに、これを開いて書くっていうことは、手のひらの上では無理だなと思って、私は最初からこのレシートを折ったまま裏書きしただろうなと思いました。そして、ここですよね。ここの部分を半分に折ってみたんですよね。ここです。で、ここの線は後から折った線だと思うんです。で、ここをずっと見ていて、まずここはですね、バランス的に言って後から書いたなと思いました。そして、もう一度こう元に戻りますが、このノとこのノっていうのは同じ時間に書かれていない、あるいは違う人が書いたというふうにも言えるなと思ったんですよ。この下、ここから下は、別の人か、あるいは後からか、別の場所に移ってから書いたか、とにかく一緒に一気に書いてないのだと思ったんですよね。そしてこの子なんですけども、子とか、毛とか、手とか、この辺が薄いんですよね。こっちは濃いんですよね。この辺、濃いんですよ。この辺とか。だけど、この子とか、他とか、のとか、手とか、そして、このいなんですけども、この意と、この意と、この意は違いますよね。違う人の手のように思ったんですよ。急いで、焦って書いている文字は一体どれだろうか、というふうに見ていきました。そこで、私は、フォトショップを使って、なんか違うなと思う文字を消していったんですね、一個一個。まず、ことか、こののとか。けも、あんまり焦って書いてない。手はどうかわからないけど、まあ、一番気になるのは、この文字と、この文字は、同じ人間が、なんか書こう、こっち書いたんだけど、うまく書けなくてこっちに書いたっていうふうにも思えたり、同じ手によるものだろうなと思いました。で、カタカナとひらがなと漢字が混ざっているということで、追われているの追われが、これはカタカナなんだという、追われがカタカナで変だなっていう考えの人もいて、私もそう思ったんですよね。カタカナで追われてるって書くかなと思ったし、何かこれ和に私には見えないんですよね。数字の7とか9、もしカタカナだとしたら9だろうなとか、でもこれがもしこちらとこうしているとしたら絶対素ではない。これはこれと同じ字がここに来てると思ったんですよね。で、よーく見始めると、ここにですね、なんか点らしきものがあるんですよ。そして、これもよく見るとですね、なんかここに点なのかなと思ったりして、こう、ここすごく何度もずっともう一晩眠れなくて、ずっとこればっかり見ていたんですよ。
そうしましたら、私の中でちょっとフォトショップで余計なものを消してみようと思い始めて、次の朝ですね、ちょっとこうしてみたんです。付け足す部分はないですよ。自分で書いた部分はないです。フォトショップで消しただけなんですが、上の他とか子とか消してみたんですよね。もしかしたらこれも最初なかったかもしれないんですよ。このの男とか。このこれだけが最初一生懸命なんとか書いた字なんじゃないかって思いました。で、人のもしこれがもし人のも名前だったとしたら、まあちょっと赤く書いてみたんですが、私にはこれは木という字を走り書きした時に、なんかこう手のひらでこう曲がこっちに曲がっちゃった、そしてこれが漢字の下に思えたんですよね。で、そういうふうに見ていったら、こちらの隣も消そうと思ったんだけど、やはりこれも木の木下に見えるんですよね、これも。で、木下と木下の男こかなって思いました。で、この事件でこの名字に当てはまる人っていうのは何か出てくるのかなと思って、ウィキペディアを、あ、そうですね、まあこうなったんですよね。それで、じゃあ裏のこっちですよね、この下の部分って一体どういうことってなるじゃないですか。なので私は裏も折ってですね、ちょっと消してみたんですよね。で、これはなんか本人が急いで書いたんじゃないかなと思ったんですよ。というのは、この糸、この糸、この糸、急いで書いたのはこの糸ですよね。この糸はもう冷静な糸ですよ。で、こちらの糸は、もしかしたらこれを真似て書いたかなとも思ったり、あるいは冷静な時の糸ですよね。でも、この糸とこの糸は違うような気もしました。それで、私が最初に、このレシートに書いた人は、表にこう、表というか上の方に折り曲げた状態でこう書いて、で、次に裏返して、この人たちが この人たちが悪い人というふうに書いて、ここで折ったんじゃないかと思うんです、一旦。しかし、この紙を見つけた人が、もしかしたら上書きしたか、あるいは、筆談ですよね。もしかしたら、急には殺されてなくて、要するに、なんて言うんでしょうね。喋らない、声を上げさせられ、上げないように、口輪を、要するに、口を閉じさせられていたかもしれないので、何か尋ねられて筆談をしなければならない場面があったのではないかと思うんですよ。まあそういう場面もちょっと考えてみたんですね。このレシートに悪い人を記録するために書いたとだけは言えないですよね。筆談でレシートを利用していて、悪いのは誰だって聞かれたじゃないか、あるいは先に書いたのは誰かと言ったかもしれない。
あるいは探してる、うん、自分たちが探して自分が探している人間がいないんだけども、それは何ていう名前かというふうに聞かれたんじゃないかと思ったんですよね。そしてその人が悪い人なんだから私たちを助けてくださいという意味でこう書いて見せて、その上に上書きしてわからないように、まあなんて言うんでしょうかね、最初にですね、助けてくださいと書いたかもしれない。でこの男の人が悪いんだ、私たちが悪いんじゃないと書いて、そしてこれはですね、まあ私の飛躍的な想像なんですが、この名前の人が知っていて、知っているんだから私たちは助けてください、この人の男の人が悪い人なんだっていう意味で書いたかなというふうに想像してみたんですが、もうこれは本当に私の勝手な想像なので、まあどこまでそれがまあこの考察なので、事実、あくまでも事実ではありませんので、私なりにこのレシートはこういうふうに書かれて、要するにいっぺんにきれいに書かれていましたよね。これこう見るといっぺんに書いてるように見るんですが、そうではなくて徐々に付け加えられて、一つの紙しかなかったので書けるものが、なので、最初に、こういうふうに書いて、これをこう本当はこうなっていたところに、それで悪い、裏返して悪い、その人たちが悪い人なんだというふうに書いてですね、だけれども、こう書いてですね、自分でももしかしたらその人の名前を書いてしまったことは罰が悪くなったというか、そういうこと書いてしまうと後々その人に迷惑かかるんじゃないかと思って、とっさに助けてくださいってその上に上書きして、この人が悪いんじゃなくてこの男の人が悪い人なんです、この人じゃなくてこの人が知っている男の人が悪い人なんだっていうような感じを、もし書いているとしたら辻褄が合うんじゃないかなというふうに思ったんです。というのは、実はこの主婦 A、 主婦 B、 主婦 C というのは一人一人名前がありまして、この最初にこうありますよね、この主婦 A というのが明石英子さん、主婦 B が水野恵子さん、そしてこの主婦 C のこの人の名前が実はこの これなんですよね。この木下京子さんという方でした。調べたらそのように出てきたんで、もし偽名を使っていないのであれば、あるいはこの、まあ、捜査上で、名前を伏せる場合もあるので、本当の名前じゃない場合もありますからわからないし、あとこれはまあいろいろ上書きして隠蔽したのではないかっていうふうにも言えるかもしれないけれども、もしかしたら同じ本人がですね、時間を何て言うんでしょうね、ずらして、一つの紙に上書きして、もう一回上から書いている、その人の名前を隠すかのように書いたっていうことで、それがそういう事実でポケットの中にしまい込んだから残った。で犯人はこれを自分のことが書いてあるわけではないので、
何かの証拠になることにはならないだろうと思ってそのままにしたのではないかと思うんですよね。だからここで行っている犯罪と犯人とこの後に5年後に起きたですね、主婦 C が殺されて放火されて亡くなるっていう事件、これなんですが、この人の事件はこの事件の5年後なんですよね。この関連性はないんだというふうに、言うかのようにこの表にはですねこの事件が、一つのつながったものだというふうには、そのようには報道されてないんですが、多くのブロガーやその YouTuber さんが、何か関連性があるんではないかといってこの続きとしてこれを述べていますし、そしてウィキペディアでも、事件のその後の事件としてこれをもう一つの事件として取り上げて書かれています。ですからこの人を亡き者にした犯人が同一犯人とはやはり言えない部分もあるし、警察はある程度のところまで犯人を絞れていたし、容疑者も何人か出てたので、絞れていたんだけれども、結果この関連性のある容疑者ではなかったためにその続きの事件としては報道されなかったんだと思うんですね。つまりこの事件、この2つの事件の裏にはですね、結構悪い人が数人関わっていて、そこに、女性たちが巻き込まれていて、何らかの、トラブル、仲間割れとか何か、いがみ合いとか何か、仲違いとか何かがあったんだろうと思うんです。この中のメンバーにというか仲間にこの3人がいた瞬間もあったかもしれないし、そこから抜け出たくって、その一番悪い人間を暴露したということもあるかもしれないし、この殺害現場がですね、かなり時間経ってから発見されてますので、その間に何度かもしかしたら関係者がここの場所に訪れて、何かこの証拠になっているものが残っていないかどうか確認することはできたんじゃないかと思うんですよね。でこの名前を隠蔽するために行ったかもしれないし、そうではなくて本人が上書きをして、この名前を隠したということもあって、でこの不思議なレシートが残ったんではないかというふうに、私は思っているんです。それが私の長年の考察で、まだまだ私の、頭が回らないし、それほどプロ的にですね考察を重ねているわけではないので、自分でも、はっきりと明確に、こうなんだっていうふうには言えないのですが、ただ私がこのレシートに関しては何て言うんでしょうね、画家の目から見て最初に手を置くところとか、この線の流れ勢いとかっていうものにはすごく敏感に感じるので、どう考えてもこの3つの意はどうも時間的に違ったり人が少し違うっていう感じがして、そこから割り出したものが、もしかしたら最初に書かれた文章はここで、裏返してこの悪い人と書いて、その上からこの上書きした、あるいは違う人が上書きしているというような感じがしています。さて私たちはこの事件からですね何を学ばなければならないかということを最後に話したいと思います。もちろんいろんな証拠が出てきて、よく観察するっていうことはすごく大事なことなんですが、私はこの文字にすごく
今回の事件が大きく、集約されて象徴的な文字だなと思うんです。ですからこのわらび事件というふうにするとみんなが知ってる知ってるってなるし、わらびという、言葉の持つ何かイメージがですね、こう日本人独特の、なんて言うんでしょうね、象徴的文字にこう込められた言霊のようなものを私たちが感じて、不可解さとか、なんかこの怖さとか、なんかこう気になって仕方がないということがあるんだと思うんです。なぜこの文字が私たちの記憶から離れないか、強く私たちの関心を引きつけるのかっていうのは、こういうことなんだなと思いました。これはどこかのインターネットの記事で紹介されていて、わらびという漢字はですね、並び生えた草の象徴で、そこは崖の上にあって、そしてこれは二人いるんですよね、人が。一人は人が口を開けている姿だそうです。これあくびのあくですよね。そしてなぜかここに逆さまにした人が出ています。おそらくこの崖から落ちやすい場所なんだという、そういうところに生える草がわらびなのだ。人が食べたくて口を開けていくんだけれども、崖のそばに生えるから気をつけて、ここは逆さまに人が落ちる場所だよということを教える感じだったんですよね。本当にこれをした時には私自身ゾッとしました。つまりですね、そういう場所にはやはり、よく気をつけて、私たちは自然から食べ物をいただくということがいかに危険も伴うことかということをよく忘れずに、いるんだよという昔の人たちが私たちに残してくれた感じだということなんです。これを忘れてしまっては、これを忘れてしまった時にこの事件が、こういう事件が起きてくるんではないかと私は思いました。なぜならばこの事件の、事件現場ですね、ここにこの週刊新潮にですね、このように書いてあるんです。明石さん明石英子さんの方はですね、これ間違ってるんですよね。明石さんの方が年を取ってる、この書き方がこちらの方が年を取ってるんじゃないかなと思って、この、ウィキペディアで、どちらがどちらかこう混乱しているのでどちらかわからないんですが、一人はですね、犯人が突き落としたものか、暴行現場脇の小さな崖の中ほどの茂みに引っかかっていた。もう一人の被害者は、彼女はその小さな崖の上、獣道っていうか、獣道の行き止まりのわずかに開けた空き地、そこが暴行の現場と見られる。そこで絶命していたということで、まさしくこの感じそのものであったなぁと私は思って、本当に身震いしました。なので、私たちにこの事件が教えていることは、とにかく危険な場所にはよく注意して、入ることと、なるべくそういう場所には行かないということとか、人間というものというのはどこに危険が潜んでいるかわからないので、本当に注意して、いなければならない。そして確かにリヒターが言うように、あるいは
アンディ・ウォーホルが言うように、あるいはリヒターがこのように作品を残しているように、このような事件が起きるとですね、人々にこの顔の写真がずっとこう残っていく、そういう時代なんであるということですよね。なのでこれがいいことか悪いことかはわからないんですが、まあ、ある意味残酷であり、ある意味やはり私たちに多くのことを残してくれて、気づきを与えてくれ続けているという意味で重要な作品が現代アートにもあるということなんですが、そういうことで